赤いドームの上に白いキューポラがある。イタリア、サンタマリアデルフィオーレ大聖堂建築における、キューポラは建築物の上にある比較的小さいドームのような構造物である。大抵は建築物の屋根、またはドームの上に冠のように乗っている。キューポラは、明かり取りや換気口、展望台として機能する。金が設置されて、主楼として機能する場合もある。 明かり鳥用のキューポラは、ルーフランターンという呼び名もある。この単語は、小さな杯クーパーを意味するテイラテン語のクーポラ由来であり、逆さまの杯に似たボールトを示す。キューポラは古代ローマ建築で見られる明かり鳥が、ルネサンス期に装飾建築として発展したものであるが、北ヨーロッパの気候では、風雨の侵入を防ぐ応印が必要であった。 インドの建築で見られるチャットリはより大きな構造物の上部で使われるときは、キューポラの定義に一致する。キューポラはそれ自体で小さな建物として存在しており、より大きな建築物の上部に設置される。他の事例では、戦闘や塔、タレットの上に関されることもある。農家の納屋は換気用のキューポラを持つことが多い。 北米の鉄道の車掌車の屋上部に設置された列車監視のための四角いドーム状の小屋もキューポラと呼ばれる。一部の走行戦闘車両はキューポラと呼ばれる操縦室を持つ。これは強化ガラスが装着された一段高いドーム、または円柱で車両の周囲360度の視界を提供する。欧州宇宙機関はキューポラという国際宇宙ステーションの観測用モジュールを 建造している。ありがとうございます。